こんにちは。こんにちは。NBC ビヨンドビジネスチャンネルフロントフェイスのコーナーです。今回のお客様は株式会社仕組みデザイン代表取締役の中村俊介さんです。はい、よろしくお願いします。覚えやすい名前でいいですね。そうですね。はい、もう有名人がいっぱいいるんでですね。はい、そうですね、はい。こういうビジネスの中でもミッドフィルダー的な役割をやってると。そうですかね。はい、違うっぽいかもしれない。どっちかっていうと前に行く方ですね。あ、そういうことですね。はいはいはい、そうですそうです、はいはい。ということで今そんなお話から入ったんですけども、はい、仕組みデザイン。はい、いや名前。いいですね、ありがとうございます。ちょっと珍しいですよね。何年ぐらい前にこの会社、2005年に作ったので、はいはい、もう17年、18年ですね。ああ、そうですね、はい。ということはもう結構ベテランの経営者として。そうですね。なのでもう47なので。あ、大学院を博士まで出たんですけど、お、博士卒業してそのまま会社作って今までずっとやってきてる。やっぱり世の中甘いですね、じゃあ。そうですね、博士からそのまま経営しても大丈夫だった、はい、企業しても大丈夫だった。大丈夫、そうです、そうです、なんとかここまでやってこれてる感じですね。ねえ、はい、で福岡から来てくれた。あ、そうです、福岡拠点なので。まあ昨日の夜は何してたかは聞きませんけども、一応昨日のうちに入り、はい、昨日の夜から入りました。そうです、あ、そうですね、昨日の昼ぐらいから入りましたね、はいはい。去年のクリスマスパーティーの時にやっぱり福岡から来たということでお話を伺った記憶があります。井川会長からぜひっていうところもあったので、そういうことですね、はい、これは持ってきました。さて、はい、仕組みデザインっていう会社、はい、デザインしてんのかなと思ったりするんですけど、はい、そこに仕組みがついてることでどんなビジネスを展開するのか、まずお聞きしたいと思いますが、はいはいはい、もう仕組みそのものを作りたいんですよ、はいはいはい。なので今やってることっていうのは、まあ、これがアプリなんですけれども、はい、実際にこうゲームとかですね、はい、作品を作るっていうことをどうしたら簡単になるかなって考えて、実際はプロのエンジニアがいじくってゲームは作られていると。イラストレーターもいればエンジニアもいればアーティストもいると。でもそうじゃなくて、もっともう本当に4歳でも作れるぐらい簡単にならないかなって思って作った、その誰でもゲームを作ってみんなにシェアできるプラットフォームっていうのを今やってます。先ほどここの担当の事務局の鈴木さんが、はい、テレビで見ましたよと、はい、ちょっと前って言ってたんですけど、はいはいはい、それはどういう、あ、それはですね、はい、ライブニュースアルファっていう、はい、テレビ番組のニュースのコーナーで、プログラミング教育が変わるぞっていう特集があって、うん、そこでうちのことを取り上げてもらって、仕組みデザインっていう会社が、はい、その子どもたちがすぐさまゲームや何かをこう作れるような、はいはい、そんな都合のいいものを作ってくれたと。そうです。それで中村俊介さんが登場して、そうです、で学校で実際に使っている現場の取材もしてもらって、うんうん、で通常ってプログラミングってやっぱ難しいから、そのプログラミングを勉強するのにものすごい時間かけるじゃないですか、うん、僕なんて嫌ですもん。嫌ですよね、面倒くさそうで、大体 90% ぐらい挫折しちゃうんですって。挫折する、はい、でだけどそんなことしてるうちに授業終わっちゃうんですよ、はいはい、だからここをむちゃくちゃ簡単に楽しくして、勉強するとこちょっとすっ飛ばして使えるようにしようと、いきなり。わかる。そしたら授業でも最初からいろんな授業でプログラミングを活用して、より楽しくより効果的な授業ができるよねってことを、まあ、我々の作ったアプリケーションのこのスプリングクラスルームっていうのがあるんですけど、それを使って学校で使ってくれてる様子っていうのが取材されたって感じですね。ゲームのアイデアあっても、はい、作ろうとすると本当は大変だったと、はい、だからせっかくアイデアがあって、こういうゲームあったら面白いよねとか、みんなでやるといいよねって言った時に、はい、その子どもたちですら、はい、ちょっとそのあるソフトを使えば、そうです、あっという間にそのゲームがこう実現していくと、はい、それをきちっと手出してやってるぞと、はいはい、もう100倍ぐらいプログラミングを簡単にしたと思ってます。そうですよね、はい、でまずはゲームから入るけども、はい、そのプログラミングっていうのが今の世の中、うんはい、もう情報伝達というか、この今の時代当たり前じゃないですか。当たり前ですね。ってことはそこから入ると子どもたちはあっという間に、はい、そのエンジニアにもなれるし、はいはい、企画する人にもなれるし、はい、っていうことですよね。はい、もうおっしゃる通りですね。素晴らしいお仕事です、はい、ありがとうございます、はい、さてそれでどのぐらいお金になってるんですか、はい、まだ実はこれがまだまだなんですよね。18年やってるってさっき言いました。そうなんですけど実はずっともう15年以上これとは違うことやってたんです。そうなの、はい、違うビジネスを展開してて、そうです、このところそのそうですそうです、はい、ゲーム作りが
構スピーディーにいくようになってきたと。やってきた。その前まで何をやるんですか。その前まではですね、これはどちらかというとみんなにクリエイターになってほしいと思っているサービスなんですけど、うん、はい、その前は自分たちがクリエイターだったんです。お、ね、もう本当にですね、例えば東京タワーの中に昔ワンピース のアニメ のテーマパークがあったりとかしたんですけど、ミニワラの一味、あ、そうです、そうです、はい、あの中身のゲームうちが作っていたりとか、結構ですね、ショッピングモールにあってカメラがついてて前を通ったらこう遊べるような広告とか、実はうちがほとんど作ってたりみたいな感じで、この受託を受けていろんなものを作って納めるっていう仕事をずっとやってたんですけど、なんかその中で、いやでも作るのが実は一番楽しいんじゃないかなって思うようになって、でそれを僕らが全部やっちゃうんじゃなくて、みんなが作れるようにした方が世の中もっと楽しくなるかもって思ったんですよ。それは素晴らしい発想ですよね。でもじゃあなんでみんなやんないのかなと思ったら、プログラミングが難しいからです。あ、そうですよね、はい、じゃあプログラミングめちゃくちゃ簡単にしちゃえばみんな作ってくれるかもと思って、もう本当にメインのビジネスとは別でやり始めた、なんかセカンドみたいな感じでやってたんですけど、はい、それがプログラミング教育の必修化が2020年から小学校で始まったんですよ。そういうことか。確かに。で そのために作ったわけじゃなかったんですけど、ちょうどそのタイミングでユーザー このダウンロードがバーンと本当に 1,2 ヶ月で8倍ぐらいまで上がって、みんなだってね、はい、難しいものを作りたくなくてゲーム作りたいし、そのための入りやすいようなものを作ったと、はいはい、いやそれは嬉しいです。だからこれはもしかしたら世の中にニーズがあるかもしれないなと思って、うん、でそこから初めて資金調達をして、うん、なのでもうずっとそれまで僕 100% の本当に個人会社みたいな感じだったんですけど、やっぱアプリを展開しようと思うと先にお金も必要だし、マネタイズするまでどうしても時間がかかるのがもうその時点で分かってしまったので、うん、じゃあ先に調達をして、でそこからユーザーを増やしてっていう、こうもう動き方としてはパッと変わって、今3年目ぐらいです。かなりそこの方が本当に意味があることをやってるし、はい、あ、じゃあもうミッドフィルダーの中村俊輔越しそうですよね。まだまだですよね。これからなんですけど、いやいやいや、はい、でもそれぐらいのつもりでやってます、ね、はい、中村俊輔といえばって言った時に、はい、あ、仕組みデザインの中村俊輔さんね、そう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 って言われるようになりたいっていう話ですよね、はい、そうですね。さて、はい、ここまで来ましたけども、この次のじゃあビジョンとしてはどんなことを今考えられてるんですかね、はい、今のところですね、本当に作るの簡単にしましたまでやったんですよ、はいはい、でじゃあどうやってみんな使うのってところをこれから広げていきたくて、うん、で、まあ、大きく2つ考えてます、はい、で1つは先ほどおっしゃっていただいたりとか、あとはテレビでも取り上げられたように、もう日本の教育変えたいなと思ってる。クリエイティブにしたいし、多分言われた通りやるんじゃなくて、はい、自分からやっていく、その手段としてプログラミングとかを使いたい、うんうん、もう一つはさっき そのゲームっていうところを考えた時に、はい、ゲームって遊ぶだけじゃなくて作る方が面白いんじゃないかっていうふうなことをこう言いたくて、うん、はい、ゲームを作ることそのものをゲームにできないかなって思ってるんですよ。おすごいね。だからサッカーやる前に、はい、サッカーゲームできちっとサッカーの面白さを分かってからサッカーやってみろ、もそんな感じですよね。もうそもそも練習だって楽しいじゃんっていう状態にしたいわけです。できるようになる過程がいいですね。 今から見た人はみんな本当にサッカー教えてると思う、はい、だから多分 AI とかでデザインとかもう作品とかもうどんどん作れるようになっちゃうじゃないですか、うん、なった時にどうなるかっていうと、そのもの作品そのものじゃなくて家庭にすごく価値が生まれてくると思うんですよ、はい、やることが楽しい、はいはい、そうですね、出来上がったものが全く同じでもこれはこんな風に作ったんだってことに価値が生まれるって思うと、このゲーム制作自体をゲームにできないかなっていうのがあって、いやいや、だから仕組みデザインってまさにそういうことですよね、はい、そうです。スマホだけでゲームを気軽に作ってシェアできるんですよ、はい、っていうアプリなので、はい、TikTok って動画を自分で気軽にスマホだけで作ってみんなでシェアしてコミュニケーションが出てるじゃないですか、はい、だからゲームを介したコミュニケーションっていうのが作る側でできる。なのでゲームのクリエイターがすごくライトにみんな使えるようになって、はい、でそれを使ってアプリ内で稼ぐ子が出てきたりとか稼ぐ人が出てきたりとか、うん、もう年齢も国籍も関係ないので、みんながそういうクリエイティブを楽しんでゲームっていうのをベースにやり取りできるような、まあ、TikTok と Roblox を混ぜたみたいなことをスマホでやるってことを今目指してやってます。え、仕組みデザインって名前つけたのは最初から？はい、最初からです。でもさっきの話だと、はい、この16、17年は仕組みデザインっていうよりは、はい、作っちゃって終わってたけど、はい、
今こそ仕組みを作ってます。デザインしてるって感じですよね。はい、そっか、この 2,3 年で名前つけたんじゃなくて、最初からそうなって、はい、ついに本来の仕組みデザインをし始めたと。そうです、そうです。その中の人の中の、はい、頭の中でしたかったことをきちっと仕組みを作ってあげて、はい、より楽しくこの IT 時代に活躍できるようなっていうことですよね。いや、素晴らしい。はい、素晴らしい。そしてじゃあもうせっかくですから、はい、このカメラに今700人になろうとしているメンバーにちょっとその中村俊介さんからメッセージをお願いします。はい、僕はずっと自分がクリエイターでみんなをクリエイターしたいっていう思いでツールを提供するという側に今回って、本当仕組みを出す側に回ってるんですけど、その仕組みを作ってみんなをクリエイターになってほしい。なぜかっていうと、作るの楽しいってことをみんな知ってほしいからなんですね。でだけど今僕の一番弱いところって、作ることは得意だし面白いものを生み出せるんですけど、お金に換えるがまだ上手にできていない。でそのためには NBC 入ったんですけどでぜひですね、一緒にビジネスを作りたい、これ面白いことやってるねっていう方とつながりたいので、ぜひぜひ一緒にお仕事ビジネス作っていきたいと思っているので、よろしくお願いします。はい、素晴らしい。本当にこの NBC の中で仕組みもデザインするし、ミッドフィルダー役をやろうとしていると。そうですね、そちら側に移れるように、まさに中村俊介さんらしいことを今やろうとしています、はい、じゃあみんなで頼りにもして、また時には中村さんに声をかけていいわけですね、はい、ぜひぜひぜひ、はい、ありがとうございます、はい、NBC ビヨンドビジネスチャンネルフロントフェイスのコーナーは、株式会社仕組みデザイン代表取締役の中村俊介さんをお呼びいたしました。はい、力強いお話ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、当てにしてね